中国・広州で行われているアジア大会で、北朝鮮の男子サッカー代表による、蛮行、の余波が広がっている。画像、サッカー日本に敗戦直後、怒り爆発の北朝鮮選手が審判に詰め寄るまさかのシーン1日に行われた日本との準々決勝に1対2で敗れた北朝鮮は、試合後に複数の選手が主審を追いかけ回して威嚇。さらに試合中には、 日本のスタッフからひったくるようにして水ボトルを奪う姿が見られた。これを日本や開催地の中国だけでなく、世界のメディアが批判している。さらにこの問題について、創世記のジェフユナイテッド市原、現千葉や JFL の横川電機でプレーし、後に東北一部のガン岩手で監督を務めた在日朝鮮人プレイヤーの新在犯、シンチェボン氏は自身のツイッターに、アジア大会。 日本戦、と題して投稿。スポーツを破壊する行為は断固反対で俺の中では追放なんです。日本の皆さん、すみませんでした。私たちも本当に残念です、と綴った。これにファンからは多くのコメントが集まった。ダメなのは暴力とそれを肯定すること。人種は関係ないです。それを間違ってはいけない。今回の件はすごく残念。あのチームがしたことです。 謝る必要は全くないです。辛い立場ですね。どうか謝罪なさらないでください。北朝鮮が国際大会で晒した集大の波紋はまだまだ収まりそうにない。